ののはトップを狙えの登場人物の一人。地球を救った伝説の英雄ののりりに憧れる物語の主人公の女の子である。ついにここまで来てしまいました。ののは絶対宇宙パイロットになるのだ。なぜならば、ののの活躍。物語での初登場は第1話、お姉様と呼ばせてくださいより。火星マリネリス渓谷の雪深い山村で暮らすののは宇宙パイロットになりたいという夢を抱いていた。その理由は伝説の英雄ののりりへの憧れである。そんなののはついに宇宙パイロットになるために町へと出ることを決意。町へと出たののは宇宙港側の食堂で住み込みのアルバイトを始める。しかしながらその夢への道は遠く険しく、割ったお皿や冷蔵庫の代金で日々のバイトすらままならない日々であった。そんなある日、馴染みの客にからかわれていたところをラルクメルクマールという一人の少女に助けられる。彼女こそののが憧れる宇宙パイロットフラタニティのナンバーワントップレスであった。その姿に運命的なものを感じたののは一方的にラルクをお姉様と慕う。助けていただいてありがとうございます。のの感激です。困った時はお互い様。そうです、そうですよね。さすがですお姉様。フラタニティに保護されたののは自身は火星マリネリス育ちと語っていたものの、その正体は記憶喪失のアンドロイドであった。そしてののの周囲にはなぜか人類の敵である宇宙怪獣がよく出現していた。そんな疑問をよそに、ついにフラタニティ見習いとなったののはラルクと一緒に戦いたいと自分自身のバスターマシンを欲するようになっていく。チコサイエンスとの新型バスターマシンのパイロットの座をかけた競争に敗れたののは、自分のためのバスターマシンを探すため冥王星へと旅立つ。一方その頃、土星の衛星タイタンで進められていた異星人のバスターマシンの発掘作戦の中でついにバスターマシンが発掘された。しかしそこに埋まっていたのは異星人のバスターマシンなどではなく、人類の本当の敵、本物の宇宙怪獣であった。その凄まじい力にトップレスの精鋭たちは次々と倒れていく。そんな中、突如バスターマシン7号が現れ、その危機的状況を救ったのである。そしてそのバスターマシン7号の正体はなんとラルクの危機に駆けつけたののであった。ののは冥王星でバスターマシンの入手に失敗するも、自分自身こそが過去の人類によって生み出された決戦兵器バスターマシン7号であったことを思い出したのである。ののは約5年前に傷つき宇宙を漂っていたところを拾われた人間の形をしたバスターマシンだった。その中に彼女はいた。記憶を失い眠り続けていた彼女がただ一つ覚えていた願い、それはリコ。そして実はこれまで人類が宇宙怪獣と思って戦ってきた存在は、本物の宇宙怪獣である変動重力源から人類を守るために築かれた太陽系絶対防衛システムという名の無人のバスターマシン軍であったのだ。何らかの理由でバスターマシン7号というターミナルコアを失った無人のバスターマシン軍は変動重力源と同種の脅威を人類の中に感知する。それこそがトップレスであり、無人のバスターマシン軍はトップレスを警戒して太陽系内に出没するようになり、人類はそれを宇宙怪獣と思い込んでいたのである。その事実によりトップレスは人類の守護者の立場を失い、ののは新たなる人類の守護者バスターマシン7号として極北艦隊のドラゾー提督とともに宇宙怪獣の巣ブラックホールエグゼリオへと向かう。そこで人類の最大の敵となるエグゼリオ変動重力源の脅威を知ることとなる。そんな強大な敵にバスターマシン7号、そして自身のバスターマシンディスヌフに乗ったラルクが立ち向かう。
その戦闘の最中、変動重力源に命を捨てて共に特攻しようとするラルクに対して、ノノは同意することなく姿を消してしまったのであった。その後、残された人類は地球圏からの夜逃げを開始。それはエグゼリオ変動重力源に地球そのものを質量兵器としてぶつけるためであった。そんな人類の命運をかけた作戦の中、ノノはダイバスターの姿で現れる。そして最後は、本来の力を取り戻したラルクの乗るディスヌフと共に、エグゼリオ変動重力源を退けることに成功。二人の努力と根性は人類最大の敵にも勝り、エグゼリオ変動重力源は、再びブラックホールに飲み込まれていったのであった。そして出現する時空検問官の部屋。まさに人知を超えたその空間の中で、ノノはラルクに別れの言葉を告げる。そしてノノはエグゼリオ変動重力源が持っていた得意点を持ち去り、多元宇宙のいずこかへと姿を消した。ラルクの手の中に一つの折り鶴を残して、ノノリリが輝かせた得意点はノノがもらいます。もう一人にしないから。代わりに。やだ、ノノ、行くな。お姉様にはノノの得意点を捧げます。なぜならば。こうしてノノは憧れの存在であったノノリリと同じく地球を救った伝説の少女となったのである。ノノの人物像。ノノの声優を務めるのは福井ゆかり。名前はノノが憧れる伝説の英雄ノノリリより。長身モデル体型でピンクの髪が特徴、17歳の女の子の姿をした物語の主人公。身長172センチ、体重49キロ、血液型は AB 型。好物は和菓子と日本茶であるが、これは憧れのノノリリが日本人という理由から。ココア、ノノも好きだったんですか？あの子は和食党でね、ノノリリは大和なでしこだったからって。性格は明るく物怖じしない、天真爛漫、純粋そのもので、なぜならば、が口癖である。子供のように喜怒哀楽がはっきりとしており、ノノ文字の髪留め、瞳の中の星が特徴。なお、ラルクからもらったマフラーをいつも巻いており、マフラーを巻いてキックをするのは、仮面ライダーのオマージュから。見た目は人間そのものであるが、実はナノマシンによって構成されたアンドロイド。そしてその正体は、人類の最終兵器、バスターマシン7号そのものである。体はナノマシンによって構成され、炭素系物質をエネルギー源としているが、普通の食料として摂取することが必要。さらには味覚センサーも存在するため、腐ったものやまずいもの、嫌いなものは受け付けない。取り込んだものは体内で分解、燃焼させることで熱エネルギーとし、活動と欠損部分の修復に充てられる。体温や肌の質感までもが人間のそれと変わりなく、おまけに痛覚や不要物質の排泄機構まで備えており、限りなく人間に近い状態であった。ちなみに声優を務めた福井ゆかりは、ノノはユング・フロイトが地球帰還後、銀河連邦初代大統領となった後に作らせたものだと推測しているとのこと。なお、第5話のラストで、共にエグゼリオ変動重力源へと特攻しようとするラルクに、ノノは同意しなかった。この特攻は、ノノからは、ラルクが自分の力に酔った上での決断に見えたため、人類のためにブラックホール爆弾へと飛び込んでいったノリコとは、似て非なるものであったと感じたためであると言われている。もちろん、ノノ一人じゃ行かせない。私も行くよ。ワクワクする。二人で世界を救うんだ。一緒に星になろう、ノノ。ノノの戦闘形態。最後にノノが物語本編で戦った姿を紹介させていただきたい。バスターマシン7号、ノノの真の姿であり、地球帝国黄金期の最後の遺産。人間サイズに宇宙船、マシーン兵器、乗組員のすべての機能を兼任させた、まさに究極のバスターマシンである。
劇中でノノが自身の本来の姿を思い出し、本物の宇宙怪獣と戦った。ノノは本当にバカでした。バスターマシンがあるとかないとか関係ないのです。バスターマシンさえあればなんて思うものが本当のトップになれるはずがありません。なぜならば自分の力を最後まで信じる者にこそ真の力が宿るからです。大バスター、太陽系最終防衛ラインたる太陽系防衛システムの集合構造体。全長は優に1万キロメートルを超え、ワープ機能も有するというまさに化け物級の兵器である。劇中でノノが核となり、大バスターの姿で現れ、人類最大の敵エグゼリオ変動重力源と戦った。以上がノノという人物の詳細である。姉妹チャンネルではガンダム関連の動画も上げております。最後に動画作成の励みになりますので、ぜひチャンネル登録と高評価をよろしくお願いいたします。それではまた別の動画でお会いしましょう。